はい、ヌードルジャングル2015、8月1日から9月30日まで2ヶ月間にわたって吹田、東淀川のラーメン店でスタンプラリーが開催されております。14店すべてラーメンを食べて商品を手に入れる、この商品というのは T シャツです。そして、T シャツ以外にも達成者全員にですね、レンゲ風手形をプレゼント。イベント終了後に参加店舗にて手形提示で各 お店独自のお得なサービスがありということでございます。14点、無理、というわけでね、麺玉の塩つけ麺を食べに行ってきました。750円です。本当は冷やしラーメン食べたかったんですけど800円、ランチで800円はきつい。この麺の太さがねちょうどいい感じでございました。レモンを絞っていただきました。でこのつけだれがですね、カツオと昆布の香りグワッとくる、和風のつけだれで、これでねそうめんとかおそばとかね食べてみたいなって思うんですけど、